せっかくの一人部屋なのに、なんか眠れね。やべ、明日早いのに。あ。はい。あれ、ギュンダ？はい。夜分に申し訳ございません、ユーリ陛下。あ、いや、ちょうど寝られねえなって思ってたとこだから。お疲れでしょうに。大丈夫ですか？人間の土地で魔王のお力を振るわれたのですから、お体には大変な負担がかかっているはずですよ。だよな。でもさ、野球の試合した日とかすんげえ疲れてんのになんか興奮しちゃって、変に目が冴えて眠れなかったりするから、それと同じ感じかもな。ああ、あとほら、今日の宿ってラッキーなことに個室の一人部屋じゃん。伸び伸びしすぎて寝づらいっていうか。すみません。陛下の身の回りの警護という意味では、ボルフラムを同室にするべきなのですが、なぜか宿の手違いで、今宵は陛下をお一人にすることになってしまって。ああ、いや、むしろありがたいから。少子マロンの宿泊施設グッジョブって感じだから。グッジョブ？ああ、いい仕事してますね。ありがとうって意味な。ほんと、ボルフラムの男前すぎるいびきと寝相がなくて、すっげえ助かってるからさ。陛下。ただな、この調子じゃ明日あたり、新魔国へ帰る船の中でガクッと爆睡しそうで。その時は、皆で陛下を大事に抱えて帰国いたしますから、ご安心ください。あそんな状態で血明城まで帰ったら、俺相当格好悪いよな。陛下。え、あ、何？どうしたの？急にマジな顔して。私は、その、陛下にお詫びがしたくて。お詫び？なんで？陛下が、少子マロン王に陥れられたとき、我々は満足な対応が一切できませんでした。あ、なんだ？そんなこと？そんなことではございません。あの狡猾な少年王の策にはまって、側近としての使命を全うできなかった自分が不甲斐なくて。そりゃしょうがないよ。ほら、暗示っていうの？サラって、なんか催眠術っぽい変な力を持ってるみたいだったしさ。そうなのです。少子マロンをおさられには不思議な術を使う。以前からそのような噂がまことしやかに流れておりましたが、私もこの身に受けてみて初めてその威力を実感いたしました。噂って？はい。彼は進化に見開きの君と呼ばれているそうです。見開きの君？何その関東取っちゃうグラビアアイドルみたいなあだ名。人間にしては整ったあの容姿と若さに反した才気間髪ぶりに誰もが目を見張るため、その二つ名がついたとも言われていますが。ああ、なるほどね。ただ王をよく知る上層部の者たちはその言葉を違う意味で使っていたようで。え、どういうこと？つまり私がメガネを外して目を見開いた時は気をつけろという意味なんでしょう。な、え、はあ、もうおせっかいな進化がいつまでも部屋をうろうろしているせいで、出る機会を逸してしまったじゃない。じゃ、空耳？まさか、サラレギ？己一体どこに？ここだよ。よいしょ、よいしょ、やった、久しぶり、ユーリ。いや、久しぶりって、今日バイバイしたとこだろ。つうか、サラ？どこから出てきてんだよ。どこって、ユーリをびっくりさせようと思って、ずっと寝台の下に隠れていたんだよ。怖えよ！なんということ。こちらはかなりの強行軍でこの宿までたどり着いたというのに、一体どうやって先回りを？そんな無粋な質問には答えたくないな。フォン・クライシス教？フォン・クライストです。よく考えてごらんよ。ここは少子マロンだ。私が何らかの方法で先回りして宿で待ち伏せしてても不思議じゃない。いや、不思議だよ。ユーリが一人部屋になるように少しばかり細工することだってちっとも難しいことじゃないし。え？あ、まさか我々の部屋割りに介入したのは あなたですか？だとしたら、サラ、仕切りすぎだって。もっと俺たちの自主性を重んじろよ。陛下、そういう問題ではございません。あり。どうして？私の国で何をどうしようと、私の自由だと思わない？いや、思わないですけど。私は少子マロンの王だもの。国のものは私のもの。民のものも私のもの。
そして私のものは私のものだよ。どこのマリー・アントワネットだよ。いや、どっちかっつうとジャイアン。ところで、どのようなご用件ですか？小島論をさられに？陛下とつけてもらいたいな。あいにく敬意を抱けない相手に継承をつける使命はございません。へえ、それはまた他国の王に対して随分礼を失していると思わない？私にとって陛下は我らが魔王ただお一人です。おい、やれやれ。外交能力の低い側近を持つと苦労するね、ユーリ。いや、ギュンターに比べたら俺の外交能力なんてミジンコ並みだから。ユーリは本当に腰が低いんだね。私ならこんな生意気な進化は願い下げだな。ほんと寛大な主を持って幸せだね、フォン・クライスラー卿。フォン・クライストです。で、ご用件は？ああ、そうそう。ねえ、ユーリー。え？私ね、あなたの忘れ物を届けに来たんだよ。あれ？悪い。俺なんか忘れてきちゃってた？うん、すごく大事なものなんじゃないかと思って。それで持てる限りの国家権力を駆使して大急ぎで追いかけてきたんだよ。マジ？何？私を疑うの？あ、いや、そういうわけじゃないけど、俺なくして困るようなものをサラのお城に置いて帰った記憶がないからさ。やっぱり疑ってるんだね。ひどいじゃないか。私はユーリのためにこんなに一生懸命頑張っているのに。いや、そんな、ごめんサラ、疑ってないって。もうね、一国の王様が直々に動いてくれてるってだけで本当にありがたいと思ってるよ。本当？本当本当。あんな気まずい別れ方しちゃったのに、サラは俺のこと真剣に考えてくれてたんだもんな。やっぱタイマン張ったらダチってことわざは伊達じゃないぜ。陛下、お気をつけください。安易に信じて良い相手ではございませんよ。いん？それにこの流れ、何やら心当たりがございます。高潔にして健康的な陛下はご存じないかもしれませんが、繁華街の酒場の歌姫が客の気を引くためによく使う手で、雨天時に結婚すれば効果倍増と言われる高等技術なのですよ。雨がしとしと。お待ちになったユウ様、お忘れ物が。あの、ちょっとギュンタさん。おや、ギュンコ、どうしたんだい、この雨の中そんなに息咳切って。ねえ、この手ぬぐいユウ様のじゃございません？え、いや、これは僕の持ち物ではないようだな。あん、そうなのですか。ギュンコはてっきりユウ様のものだと思って、これは絶対お渡ししなきゃって、その一心でここまで追いかけてきてしまったんですのよ。君はなんて可愛いんだ、ギュンコ。では、その真心に応えるためにも、僕はもう一度あの店に戻って君のために最高級の桃色発泡ぶどう酒を開けなければいけないね。ユウ様、本当に、あんあん、ギュンコ嬉しい。とまあ、こんな具合にコロコロコロっと客を転がしちゃうんでございますよ。ふふ、さすが年の子、ギュンターって夜の街に詳しいんだね。ああ、陛下、どうか誤解なさらないでください。これはですね、百戦錬磨のコンラートやグリーヨザクから漏れ聞いた世間話でして、私自身は繁華街のあれやこれやにはさっぱりポンと興味はございません。何しろ生まれてこの方、陛下一筋ですから。いや、誤解も何も。てか、あんた生まれたのって何年前だよ。陛下、信じてください。あなたはちょっと黙っててくれないかな、フォン・クラリーノ卿。フォン・クライストです。あ、ごめんサラ、話戻すんだけど、結局俺の忘れ物って？うん、見てユーリ、これだよ。ほら。え、この青い、これ魔石のペンダントじゃん。あれ、肌身離さず持ってたつもりだったのに、いつの間に落としてたんだろう。ああ、サンキューサラ、助かったよ。どういたしまして。でもユーリってすっごく寝つきがいいよね。あ、うん、俺睡眠大好き。もうね、筋トレした後なんて超熟睡モード。でもなんで急に？うん、寝てる時に何されてもほんと全然気がつかないんだなーって。だから何なんだ。
どこまでもうさんくさい。おや、あなたほどじゃないよ、フォン・クランクアップ教。それ、もうかなり遠いぞ、サラ。フォン・クライストです。ユリエが、どうか信用ならない相手とあまり慣れ合わないでください。このギュンター、一生のお願いでございます。大げさだな。ねえ。あのな、ギュンター。サラは、あんたが言うほど悪い奴じゃないぞ。へえか、騙されてはいけません。失礼だし、うるさいし。ユリ、どうなのこの人。いつもこんな調子なの？いや、いつもはもっと汁っぽいんだ。今はギリでウェッティくらいで住んでるけど。実際、こんなに乾燥気味のギュンターは珍しいよ。うん。サラレギーってすごいな。目の前の敵に対する警戒感で、ギュン汁が乾いてカッピカピになってしまうんです。いやだ、汚い。ねえんでしてまあまあ、二人とも、喧嘩はよそうよ。ああ、ほら、ギュンター。同じ長髪メガネーズ同士仲良くしなってな。そんなうさんくさいエセ色メガネと私の遠近療養メガネと一緒にしないでください。それってもしかして老眼鏡？私だってね、こんなお年寄りと一緒にされたくないよ。はっ、言っちゃった。若作りしてるけど私の15倍くらい生きてるんでしょ、フォン・クラクラット教。フォン・クライストです。失礼な、いくらなんでもそこまでは言ってませんよ。テリー様じゃあるまいし。ああ、言っちゃった。そうだユーリ、一つお願いがあるんだけど。で、何？陛下、聞いちゃいけませんよ。あのね、今回のお詫びと友情の証に私もあなたに装飾品を送りたいんだ。あ、でもその素敵な首飾りほどの価値はないけれど。へえ、なんだよそら、そんなに気使うなよ。さあ、左手を貸して。あ、うん。ほい。陛下、いけません。ユリ、これ、なんだかわかるかい？指輪？でも、金属じゃないよな。薄ピンクの、なんだこれ。石か何かでできてんの？これはね、母の形見の指輪。私が赤子の時に、亡き母から譲られたものだ。え、ちょっとタマ、ダメだってサラ、そんな大事なもんもらえねえって。いいんだよ、どうか受け取って。でなければ私の気が済まない。いや、なんか困ったな。あれ、ちょっとサラ、それ左手の薬指にはめる気？か、いけません。ちょっとうるさい。あら、ユーリって意外と指が太いんだね。関節のところで引っかかって入らないよ。野球小僧の指を舐めんなよ。あー、なんかそれ小指なら入るんじゃね。あ、ほんとだ。じゃあこっちでいい？オッケー。おっと。よし、入った。かわいい指輪だな。よく似合うよ。ありがとな。大事にするよ、サラ。いやー、だからうるさいってば。フォン・クラッカー教。フォン・クライスト教です。ギュンタ、夜も遅いんだから音量下げてこうぜ。ってあれ、なんかこの指はだんだん熱くなって、痛い、閉まる、指は閉まってるよ。ちょっとサラ、何じゃねえよ。いやいや、痛い、これダメだ、ごめん、なんか合わないし。陛下、しっかり。痛い、あれ、外れない？何この指輪。ユーリったらすごい顔しちゃって面白い。だから信じちゃダメだって。陛下。痛い。あ、もう